似合うサングラスを見つけていこうということでやっていきたいなと思います。ジョニー・デップさんがつけてるようなサングラスとかも見てたらかっこいいなとか、ウェリントンが全員に似合うかって言われたらそうじゃないかな。よっぽど目との相性が合ってないと難しい。はい、本日はですね、似合うサングラスを見つけていこうということでやっていきたいなと思います。ということで、サングラス今夏につけてかけてますか？普段ちょいちょいこう運転の時とか。なるほど、まあそういう時につけてるということなんですけども、自分に何が似合うとかってあんま分からないけど、これつけたいなとか、これかっこいいからつけようかなっていうのもあるんやけど、それするとな、奥さんとかから評判悪いのよ、なんか似合ってへんであんたとか、それこれ高いでっていう時でも変やでって言われたりするから、結局似合っていくやつを見つけていきましょうということなんですが、似合うサングラスって言ったら何があると思いますか？まずは条件。自分に、自分にか。けどそれこそその顔タイプ診断からサングラスがもう分かってくるってことだよね。まあまあまあ、それもそうやけど、今までとかやったら外人のとか見てて、あ、こういうのかっこいいなみたいな。僕がかっこいいなと思ったのはエグザイルアツさんつけてた、ポリス、あのポリスの、あんなのかっこいいなと思ったり、で、あとはね、ジョニー・デップさんがつけてるようなサングラスが見てたらかっこいいなとか、カラーレンズっていうの。なるほど、まあ、一般的に言われるのは、まあ、まずなんか日本人って顔平らやから、あんまサングラス似合いづらいとか、なんかいろいろそんなあったりすると思うんですけど、まあ、顔があと丸いから似合いづらいとか言われたりすると思うんですけど、まあその中でも自分の似合いやつ見つけていこうよということになっています。ちなみにね、僕ね、結構今までつけててサングラスはね、似合わへんって言われることあんまないのよ。なるほど。結構どれもいけるなって言われて、まあ、自分で言うのもあれなんですけど言われてするんやけども、じゃあどういうとこ意識して選んでいくのがいいんかなっていうのをね、皆さんと一緒に探していきたいなと思います。まずはよく言われるのっていうのが、サングラスでなんかまあ眉毛隠れんのいいよねみたいな言われたりすると思うんですよね。ここの眉毛がもう見えてない、こうやったら見えてる、こうやったら普通にやったら見えてない、こう別に眉間にこうシワ寄せんでも普通にやってるだけで見えてないっていうのが、まあ、一般的に言われたりするやんか、そっちの方がいいみたいな。確かに。でそれで言うと俺あんま気にせんやけど、どう思う？確かに眉毛がこれ今度上がってる人ったらさ、変じゃない？確かに。そういうのなってたら変じゃない？もう眉間にシワ寄せんの普通にしてみる。いや、まあ、普通で全然。でもまあ出てるな。出てる？でもまあ別に出てたって変じゃないやん。だからあんまり眉毛とかあんま気にしてないけど、結構なんか俺隠れるとかもそうやけど、かかってるって言ってる、丸々出てんのは変やけど、今つけてみて、かかってるぐらいやったら全然いいですよみたいな聞いてるから。どんな感じですか？まあ裸眼で見ると全然見えてる、かかってるというか見えてる、けど映像で見たら多分な、正面から見てる、薄いから見えてないそれよりも正面から見てるのともあるんやと思う。なるほどね。だからあんまりそこを眉毛とか俺はもう気にせないけど、まあよっぽどこうやっておでこの上とかにこうやってあったりしたらそれは変やけど、まああんまりないやんか。だからまあ基本的にこれは OK やろうと。で次はパッドの問題よね。こういうオリバーピープルとかで海外のやつとかってどうしてもパッドがこう低いから、鼻のとこのパッドが低いとどうしてもずれやすいとかっていうのがあったりするので、まあ、その辺っていうのが乗らへんのちょっとあれやっていうのもあるんやけど、まあ、そういう時はちょっとこの横とかで修正するしかないかなっていう、持ち合いようにしてね、乗ってる？鼻に乗ってるかって言ったら鼻はあんま乗ってる感じがせえへんのよ。横で止まってる感じか。そうイメージ的には。で、あんまり長時間するとこっちここ痛くなってくるからね、横が。だからほんま鼻と横で止めて、さらに後ろのとこでも止めてるっていうのが一番いいんやけど、1、2、3、こめかみ、鼻、そして耳後ろで止めるっていうのが一番綺麗っていうか痛くないかけ方なんやけども、まあその辺ずつ調節すればなんとかなるかなと思いますけども、まあその辺と。でよく言われるのが、日本人にはボストンとかベリントンとかティアドロップとかいっぱいラウンドとかある中で、やっぱベリントンが一番いいって言われたりするやんか。でそもそもそれって何っていうと、まずこの丸っこいのがラウンドですよね。ラウンドってこれ丸いっていうやつね。で次にベリントン型っていうとこれですよね。もうちょっと丸いけども、まあフレームもあって、そのまん丸ではないっていう感じ。次にボストンっていうと、もうちょっとカクッとしてる、まあそんなに丸くはない、ちょっとカクッとしてきたすっていうのがボストン。そしてあのトムのクルーズさんもかけてはったあのティアドロップね、まあ基本的にこれもさ、いろんな言うこと言うけども、目さえ見えてへんかったら何でもいけるくない？目が見えてくるとめっちゃ形大事になってくるけど、目さえ見えへんかったら何とでもなる。まあ基本的にはね、目が見えへんっていうのは濃いってこと。そう、あのこれで目が見えてないやんか、暗いからやったら何とでもなんだけど、これで目が見えてきだすと人選ぶ、めちゃくちゃ、まあ、カラーレンズ的なやつ、ね、そうだから実はこれ初級編って何かっていうと、形的にはウェリントンとかって言うんやけど、ウェリントンが全員が似合うかって言われるとそうじゃない気がすんのよ。これウェリントンなんやけど、でそれで言うとウェリントンよりも多分このボストンの方が似合うんやと思う。
これまあちょっと色入ってるからあれなんやけど、こっちの方が似合うね、形としてはね。だから、まあ、ウェリントンが全員に似合うかって言われたらそうじゃないかなっていうこともあったりするので、まあ、ここはちょっと人によって違うかなと思います。まあ僕よく言ってるんやけど、目の形が丸かったら丸いレンズが似合うし、目がちょっとシュッとしてたりとか釣りっぽかったりしたらこうカクカクしてる方が似合うって考えた時には多分そっちの方が似合いやすいかなと思います。で、まああとサングラスつけるけどおでこよね、おでこ出してないと誰がかけても似合わへんっていうかちょっと変になってくるから、おでこ出した方が似合いやすい。これはあのよく顔タイプ診断とかの学問でも言うんやけど、おでこ出す方が大人っぽくなるのよ。でおでこ隠すと子供っぽくなってくるのよ。で子供にサングラスって相性合わへんから、大人にサングラスが相性合ってくるから、おでこ出した方が理論的にも合ってくるっていうところがあるかなと思います。じゃあ初級編、中級編、上級編でサングラスを分けていきましょう。まず初級編っていうのは、まあ、誰でも似合うやろうっていうところ、まあそれがですね、真っ黒のレンズのやつ、もうこれは最初も言ったみたいに誰でも似合う、誰がかけても似合うっていうところが目が見えてないサングラス、このパターンは基本的にはまあ誰がやっても似合うよねっていう感じかなと思います。じゃあ中級者、もう一個ワンランク上行こうってなってくると、次ちょっと難しくなってくるのが目が見えるレンズ、これちょっと人選んでくるよと、ちょっとずつこう難易度が上がってくるっていうかな、目が見えてくるとそれでやっぱ印象変わってくるし、で次これも同じく目見えるけどちょっとやってて、やっぱりちょっとずつこう難易度が上がってくるかなと思います。そして最も最上級で難しいなと俺思うのが、今全部フレームがこれプラスチックのタイプやったけど、じゃなくてメタルタイプ、これが多分一番むずいんやろうなと思ってて、それこそさっき出してたようなこういうの、そうですね、これおしゃれさんとかをつけてるようなイメージがあるですね。よっぽど目との相性が合ってないと難しい。だから服がおしゃれとか関係なくて、目との相性が合ってればこのフレームタイプはかけれんねんけど、もうちょっと四角の方が絶対いいと思うし、もう一個難しいのはこれ、あのさらにシルバー、シルバーもう色もほとんど入ってないレンズになってくると、もうさらにもっと難しくなってくる。レンズの色が薄くなればなるほど難しい。これ知ってる？このサングラス、まず俺かけてるかかけてないか見えへんな、フレームが薄すぎて分からんわ。これがあのマイキータっていうブランドやね、ドイツのブランドやねんけど、これはね、1つ8万円します。高いね。8万円するんやけど、まあ、そういうサングラスですね。だからこれが一番多分難易度高い、こういう別にマイキータが高いっていうわけじゃなくて、マイキータの中でも黒いレンズもあんねん、だから別にこのブランドが高いわけじゃなくて、こういうサングラスが多分どんどん難しくなってくる。でも目がこういうのクリクリしてる人とかやったら相性が合ってくるし、まあレンズの色味とかもし合ってればね、相性が良くなる、上品な感じになるし、一歩間違えればなんか変なのかけてるってなっちゃうので、とりあえずよく分からへんっていう場合はとにかく色の濃いのをかけてれば、変な形してた、こんな仮面ライダーみたいな形してても目さえ見えてへんかったら何とでもなんのよ。でももし目が見えてくるとどんどん薄くなればなるほど難しくなってくるし、またフレームがあればカバーはできるけど、どん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 フレームもなくなってくるし、メタルになってきて細くなって色もなくなってきたら、ちょっとだけ言うとやっぱ難しくなってくるなっていうのが印象としてあるかなと思いますが、いかがですか？はい、一応まあこれでふと思ったのが、確かにサングラスって今回くぐったけど、メガネって考えても、友達がこういつも丸メガネだったのにこう四角にしてきてるんです、って言った時になんか似合わんなっていうのありますね。確かにあるある。だからフレームっていう部分で言ったら、それこそそのメタルのやつもあれば、メガネでもアセテートなのかそのプラスチック系のもあったりするから、まあ、そんなんでもやっぱ印象変わるよねと思って、やっぱ細い分上品にはなんねんけども、似合う似合わへんがはっきり分かれてくるから、ね、で逆に太すぎると太すぎるでそれは芸人みたいになっちゃうから、細めの、プラスチックが一番誰でも合いやすい、でレンズで目が見えないのが誰でも合う、なるほどね、かなと思いますので、まあ、今後ねサングラス選びの時とか注意してもらったらいいかなと思いますし、ちょうどこの中でも基本いいサングラスしかここには置いてないんやけども、いいサングラスやから全員が似合うっていうわけじゃないので、まあ、今後サングラス選びの時に、なんかタクゾーも言ってたなというふうに思っていただければいいかなということで、サングラスね選んでいただければなと思います。ちなみに普段かけてるのはどんなやつですか？基本的にウェリントン系ですね。ちょっと丸めな感じ、1個だけチアドロップとかあるけど、チアドロップも当時流行ってたけど、ちょっと最近あんまり、確かにあんま見えへんよな、ほんまにトップガンしか見えへんようになって、まさにもうレイバーを象徴するここ丸になってます。それを思ってます、ね、なるほどなるほど。じゃあ夏はね皆さんサングラスかけて楽しんでいきましょうということになってきましたので、本日はですね、日本人が似合うサングラスは何なのかというとお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。